Happy Mediverse Friends! How are you doing? 宇宙の皆さん、おはようございます。ミアエナジーです。今日は有名な、廃線のハイキングコースにやってきました。ちょっと、ね、今日は挑戦してみたいと思います。早速 Let's go! え、見てください、このもう雄大な景色、もう見渡す限り300、おっ、Looks like this is maybe airplane cloud. 飛行機雲？見渡す限り山、山、mountain, mountain, mountain, Johnson and Johnson って感じになって。さあ、こっからね。あ、あっちかな。なんか入り口があるので、多分あっち側に行くんだと思います。暑い。結構そのね、紅葉の季節、いや、桜の季節だったらね、一面の桜、一面の紅葉、すごく綺麗なね景色が見れるみたいですので、あ、なんかちょっとしたお店とかもありますね。わあ、風が気持ちいい。おお、わあ、ここでさ、なんか夏ね、遊んだら楽しいだろうな。桜の研修を使うために、桜の研修をするために利用したんだ。あ、じゃあ絶対桜めっちゃ綺麗だな。ああ。桜の道、へー、じゃあ行ってみましょう。お、ちょっと山道っぽいところになってきました。お、ハイキングを全然しないのですごい新鮮で楽しいです。というか、もうこれが廃線なんや。これが廃線やったみたいです。なんか道かと思ってた。これの上に機関車が通ってたっていうことなのかな。そうなんだ。確かなんかスタンドバイミーの感じがあるよね。 When the night and now。 うわ、すごい絶景だ。ラララララダダダダ。今は桜のここです。浸水広場。さっきこの、JR 池田尾駅からギーッとこう歩いてきて、え、温泉橋なんかあったっけ？でここまで来たって感じですね。結構みんなさん、この辺りでピクニックとかもしてますね。いいね、いいですね、ピクニック。お、あ、これあれじゃん、顔はめパネルでは。え、ちょっとやっていこう、やっていこう。いやー、何回見てもいいですね、この川と山と橋、そして渓谷、本当に綺麗、綺麗です。歩いてていろんな景色が見れるので、なんかこうずっとこう単調な感じがないので楽しいですね。歩いてて結構、始める前もっとこう辛いかなと思ってたんですけど、まあ、坂っていうわけでもないのですごい歩きやすいですね。何も見えん、すごい。これちょっと夜とか怖い。怖い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 。見え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 。皆さん見てください、トンネルを出たらこんなに大きな橋が。わお、 The big bridge。 すごい、 The tide is more 何？激しいってなんだ、 More hard than before one。 で、こちらが溝滝です。溝、ワオ。Looks like Niagara Wall だね。It remember me to go to Niagara Wall。すごい、なんかね、不思議。あの、幽遊白書で、潜水たちと戦う前に、ユウスケたちが洞窟の中に入って、あの、ゲームマスターと戦うシーンの、あの洞窟みたいな感じ。見えてきました。出口です。おー、ワンピースのありかな。
二人だけの夢をかけ、痛い、めっちゃ痛い。あー、もう山が本当に高い、綺麗です。そして川もね、流れていて完全に自然です。自然と、なんだろう、触れ合う機会を結構持つのって難しい、まあ、人もね、いると思うんですけど、まあ、自分もあんまりね、なかなかね、現代で生活してると自然とこう結構密接に触れ合う時間って作り出すのが難しかったりするじゃないですか。自然ってなんか美しいじゃないですか、本当に。美しいけど同時に怖くもあると思ってて、例えばこういう山のね、崖とか見て、あんなとこにもし自分が立ったらどうしようとか、自分が一人でポンって行っても、まあ生きて帰るのってすごい難しいことだと思うんですよ。そういう何も持たずにね、行ったら川とか滝とか見て、なんかすごい綺麗だけど、なんか同時に怖くもあるなーっていつも思うんですよね。でその怖さってなんか人間がそのなんか限りなく人間のままの姿でイメージしてるわけじゃないですか。伝わるかな。なんか自分にその道具とかね、スーパーパワーとかをない状態で自然を見て、あ、美しいな、怖いなって思うってことは、なんだろう、すごい自分が人間なんだなっていうことを思い出させてくれるっていうか、それがすごいいいことだと思うんですけど、なんかちょっと伝えるのは難しいですね。まあ自然、大きな自然に対してちっぽけな自分、もうなんか自分の悩みなんてちっぽけに思えてくるっていうことのなんかからくり、メカニズムってそういうことなんじゃないかなって、個人的になんか今日自然と久しぶりに向き合って思いましたね。まあ、全然持論なんですけど、まあ、自然はいいぞっていうことですね。あの空島でルフィが飲み込まれた上ばみの中だと思ってお宝があるかもと思って前向きに行きたいと思います。前から人来なかったら本当に何も見えない。もうこれ、この真っ暗が私と同じ視界です。めっちゃ怖いわこれ。出口、そして、おお、すごい、わお、めっちゃ大きい、わお、私の好きな白い水。うわ、すごい。トンネルって本当なんか人生ですよね。なんか思った私歩いてて、途中真っ暗すぎて、もう進んでるのか下がってるのかも分かんないんだけど、でも必ず出口はあるんですよ。必ず光さす出口があって、でまた出てから同じトンネルだけど戻ることもできるっていうね。なんかめっちゃ人生っぽくないですか。なんかすごい、あ、え、人生だって思いました。なんか生きるね、活力をいただきましたよ、自然とトンネルに。いや、素晴らしい、 Wonderful。 お、民家が見えてきた。だいぶもうゴールに近いですね。駅までの道のりはおよそまあ15分ぐらい、結構住宅地の中を進んでいく感じです。ラストスパートです。ちょっと疲れが出てきました。若干坂なんですが、あともう一踏ん張り、ファイティン、ガジャ。あ、これは駅に着きました。駅かな、駅やんな。あ、着いた。よっしゃ、着きました。西宮ラジオステーション、着きました。あ、どんぐらいかかったんですかね。多分確実に1時間以上はかかってると思います。足がちょっとさすがに疲れてきました。ここから、電車乗って帰りたいと思います。楽しかった。皆さんもぜひハイキングね、行ってみてください。では見てくれてありがとうございます。 Thank you for watching. See you guys.